ここまでたどり着くとは結構やるじゃねえか。お前さんがどうやってたどり着いたかは知らねえが、楽な道のりじゃなかったことは分かった。鼻抜けと言っちゃなんだが、俺のとっておきを見せてやるよ。準備はいいか？男の魂燃やしてやるぜ！対戦相手の山田選手に何か一言ございますでしょうか。バンパーで手を差し伸べましょう。はい、ちなみになんですけど、こちらなぜ日憲くんというお名前なんでしょうか。僕日本憲法の格闘技を20年ちょいやってて、で、まあその略して日本憲法の日憲っていう意味で、はい。なるほど。自信のほどはございますか。150%ぐらいは。ちなみにもし勝った場合、一番最初に会いたい人とかいますか。会いたい人いますか。お父さんです。いいですね。じゃあ勝ってぜひお父さんにご報告できますと思います。はい、こちらから童貞感出てて腐って、童貞かよってバレてるよ。バレてます、すいません。はい、こちらおっぱい見すぎだ。そうなんですよ、彼女いないんで13年。山田選手は伝統派空手3年の格闘技歴を持っていて、以前朝倉未来選手と童貞くんだろって結構強いよと朝倉未来選手はおっしゃっていたので、かなり期待が寄せられています。山田選手に一言お伺いしたいと思います。今のお気持ちいかがですか。もうね、勝つしかないんで、日憲くんね、ちょっとぶっ飛ばしてね、僕本当に強い男なんだぞっていうのをね、皆様にお届けしたいと思います。前回日憲選手ブレイキングダウンのオーディションで派手な KO を見せていましたが、どう思いますか。まあでもね、相手がすごい弱い方だったんだめっちゃ言うやん。それ言うだろ。仕留める形で KO を狙いますか。わかりました。ではこちらからは以上になります。ありがとうございました。赤青両コーナーリポート伝えてさあ、後半で戦っていきます。第7試合です。応援しましょうか。応援しよう。なんか豪華な人間くんな。日憲くんの癖してる。エコーかかってる。うん。自分は強いと思ってるんで、自分のことを。だからやっぱチャンスがあるなら応募するし、オーディションも受けるし、自分が勝てそうな相手を選んでみたいな感じでやってるわけでしょ。要はまあその考え自体のちょっと小物っすね。うせえ、いつまで待ってんの。早く試合するな。殺すぞ、こんな。僕のパンチ一発もらって耐えれるかなって。まあ想定としては僕右ストレート強いんで、その右ストレート決めてやろうかなってこと。ブルってないですよね。まあ、来るっつんなら全然本気でやるんで、まあ、しないように生命保険でも入ってください。日憲くんじゃなくてね、もう安全くんのことしてます。安全くん YouTube 名も変えちゃおう。安全くんだ。あいつはもう安全くんだよ。お、タフボーイや。タフボーイ。けけけ、頑張れ、行く。頑張れよ。このブレイキングダウンは実に3度目の出場になりました。第2回、第3回、そして第4回オーディションで選ばれて、このチャンスをつかみ取った日憲くんです。朝倉未来に憧れ、その朝倉兄弟と同じ豊橋出身の男です。山田さんとやりたい、リングから名指して選んで、お西洋山田と戦う日憲くん、リングインです。続きまして赤コーナーよりお西洋山田の入場です。 Next up in the red corner, this is お
ました。この鋭い目つき、メガネを取ってその眼差しの向こうには今日は日健くんがいます。さあ1000万企画ファイターの代表としてその看板を背負って歴史を前に進めることができるか、西洋山田。格闘技歴はレッドハー空手3年、面白くなりますよというふうに話してくれました西洋山田リングインです。第7試合ミドル級ブレイキングダウンキックルール84キログラム契約を行います。青コーナー169センチ、 82.25キログラム、日健くん。見せるか豊橋魂日健くん。赤コーナー180センチ、 83.9キログラム、押せよ山田。ファイターの一人、1000万企画から生まれた押せよ山田。まだ今大会は全ての試合においてゴールドパートナーの B ベット様より勝利者賞として B ベット内で使用できるポイント10万円分が申請されます。ロブロックつけてください。ミドル級スペシャルワンマッチ84キロ契約キックルールで行われる押せよ山田対日健くん。さあ甲斐さん、どんな展開予想されますか。いやでもあのバックボーンが2人とも打撃で、結構いくんじゃないですか。ガン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 いきますかね、ノックアウト決着を目指してというふうに語った両者です。はい、押せよ山田対日健くん、1分間がスタートします。右のミドルから放っていきました押せよ山田。左のフックが得意です。右のローから左のミドル振った。いや白川さん、スピードありますね。いいですね、ヒリヒリしたいい試合ですね。さあこの距離感、この間合いはどちらを制すか。白鳥さん、両者の動き20秒ほどご覧になっていかがですか。山田さんの構えがこの伝統派の独特の構えで、すごい相手からしたらやりにくいだろうなって思いますね。押せよ山田は伝統派の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 左取りました。必殺電光石火の左でした。いやー、甲斐さん出ましたね。勝者青コーナー日健くん、日健くん、パンチ力ありますね。オーディションでも嬉しい、嬉しい。やったぜ、立憲くん。来て、やっべ、これやばい。ワンパンやろ、今のは。来たー。はい、山田。立憲くんチャンネル登録するやつ、お願いします。ワンパンマンぜー。やべえやべえ、嬉しい、めっちゃ泣きそうや、テンション上がる、これやばい、きれい、おら、しかも左フック、この右、左、右、左、入ってましたね。うん、シャーチューレスやべえかも。めっちゃ嬉しい。いつも負けた。ちょっとね、いい人なのは知ってたんで殴るのはちょっとためらったんですけど、でもやっと勝ったわ。仕方ないことだと思って、でやっとね、初勝利と。ようやってくれた、おめでとう日健くん。やっと勝ったわ、マジで。やっと勝ったよ、やべえ、マジで超嬉しい。山田選手もね、本当ありがとうございました。よかった、本当にやったね。手を押して、一撃持ってますね。さあマイクです。おっす、日健くんです。日健くんです、まずはじめに、僕の戦いを引き受けてくれた山田くんに本当ありがとうございました。ちょっとね、いい人なのは知ってたんで
殴るのはちょっとためらったんですけど、まあでも僕も有名になるには仕方ないことなのかなって。でやっとね初勝利と、これで1勝2敗と、はい、ちょっと恥ずかしいですね。すいません、痛かったです。ありがとうございました。選手退場。このブレイキングダウン3度目の出場でついに初勝利を挙げた日健くんのマイクパフォーマンスでした。日本憲法を22年間勤しんできたという、やっと勝ったぞ、見事に押せよ山田を下してブレイキングダウン初勝利でした。やっと勝ったぞ、やっと勝ったぞ、やっと勝ったぞ。いや俺もう泣いちゃったもんね、さっきマジでマジで泣いちゃったもん。やっと勝った、やっとやった、よかったよかった。腕マジで痛い、やっと勝ったぞ、マジでやった、ほんとよやった、ほんまに。あ悪かったな、待たせたな、超かっこよかった、待たせた な, せたな、やばかった。いやほんとね、最初ね、うん、見とって、うん、拮抗してたからさ、ちょっと好き、うん、拮抗してたからね。じゃあのね、マジで山根くんね、うん、マジでやりづらかった。あ、そうでしょ、くっそやりづらくて距離取られて、そう、めちゃめちゃ鍋取って、うん、でも俺今腕バチバチ痛いじゃん、うんうんうん、これ蹴られてるの3回、うんうん、2、3発蹴りもらってから、うん、あ、分かってきたと思って、うんうん、でも蹴りが見えとったよ、うん、ただ手でガードするしかなくて、うん、腹もらったらいかんもん、はい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 、でそしたらタイミングがあって、いや超かっこよかった、いやワンパンマンなれんかったな、いやもうあれワンパンだよ、ワンパン、ワンパン見てたら、うん、2ちょ再現して、いやちょ俺覚えてねえだろ。じゃあ 俺説明するわ、うん、じゃあ逆だよ、もうこの山田くんの蹴りが来ます、で左ストレート行きます、それを日健くん避けた、でこれ合わせたかったけど、そう、それ肌早いだもん、そのがそれ右行った左のフックだったんよね、そうバーッて超かっこよかった、マジで作戦通りっちゃ作戦通りだったね、ツーワンで、いや行ったよ、手応えはもう確かだった、うん、行ったねって、いや超かっこよかったよ。山田くんにもちょっと話しといたんで、おちょっと座ってくださいよ、座ってくださいよ、ちょっといろいろ聞きたいんで。じゃあどうぞどうぞ、何聞いて、忙しいんだ俺、とりあえず全試合終わるまで戻らねえかんで。あ、そうなん、いや、まず僕らアベマのね、うん、生放送で、ああ課金して見てたんですけど、うん、俺がな、そう、だろうと思った、日健くんが出てきた瞬間に、うん、うわ日健くんやみたいな、うん、日健くん強くなったからなとかっていうコメントがすごかったの、うんうんうん、でそれ以上にすごかったのが、うん、溢れ出る童貞感とか童貞くんとか、ちょっと後来てたコメントがさ、うん、おっぱい力って聞いて、そうそうそう、おっぱい見すぎやっつって、このおっぱいのおかげで勝てたんですよ、あーこうやってこうやって、そうそうそう、めっちゃおっぱい見てて、俺おっぱい見てねえけどな、俺目に取ったけど、でしかもそのインタビュアーのね、質問に対して、まずその勝ったら誰に最初に会いたいですかとか、そう、俺らもちょっと期待したの、うん、俺の勝ちを待ってる仲間がいるんですとか、うん、大好きな人に報告したいですとかっていう、お父ちゃんってその瞬間溢れ出る童貞感っていう童貞くんオッツとかね、女慣れしてなさすぎとかね、おっぱい見すぎとかね、コメントが来ててどう思いますか？おっぱいは見てねえだよ、見てないですか、もう緊張してとりあえず目見て、はい、これ持った方がいいですかってやったけど、おっぱい見てない、 見たかったわ俺、ほんまに心配だったのが、うん、勝ったらほらラウンドガールに囲まれるやん、あ二人ね、そうそうそう、うん、下腹部にテント張らないかなっていう心配がされとった、うん、そんなコメント来とった、うん、もう面白かったよ、勝ったことに倒したことを評価しろよそこかよって、ちなみに童貞なんですか？若干ほぼ、あ、そうほぼ経験はあるけど、もうちょっとその、そう歴がね、そう13年だから、まあ、あれだよ、ね、あのさ、うん、いくらどんな天才でもさ、うん、練習してなかったら凡人になるじゃん、はいはいはい、そういうこと、なるほど、うん、どうでした山田さん？いやマジやりづらかったよ、舐めたもん、あめちゃめちゃ舐めた、想像以上に強かった、うん、やりづらい、圧はどうだった？あなんかね、やっぱタッパもある分、うん、なんかすげえ入りづらかった、そうだよね、うん、すごい果敢に来たよね、うん、来た来た来た、いやすごい気持ちの強さ感じたし、すごいな、来たって
やらなきゃって。そうだよね、うん、あこれは面白い相手だと思って。痛えもん手今で。キックがやっぱ重そうだった。いや痛え痛え痛え、すごいすごい痛えもん。こここれは事故ね。あの単車こけたやつね。いや仮にさっきやられたとしたら回復力えぐいわ。ナメック精神か。いやめちゃめちゃ痛えだって本当に。いやすごかったよね戦ってるの。いった、いやでもいいって、あやべえ気持ちいいってなって、うん、でまたバーン蹴られて、あすっげえこの人って、あーやっべえめっちゃ興奮すると思って倒して終わった後に、もうあれこうやっても、これ持った方がいいですかって時に、はいって言われて、あ、行って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 と思って。どうなんだろう、ブレイキングダウン1分じゃん、うん、その体感時間として、うん、その結構拮抗した状態だったりとか、うんうん、距離取られてっていうのが、うん、30秒ぐらい続いたよね。そう、入りづらかった。だから、そのちょっとやばいなっていうことは思った。その時間がないなとか、そう時間があの半分ぐらい過ぎとるなって分かっとって、うん、でもどっかで詰めないかんと思って、うんうん、で分かっあ山田くんが分かってきた瞬間に、あもうここだと思って。なるほどなるほど。なんか当たるのも分かっとった。あそうなんだ、うん、なんかね見ててその山田さんもすごいいいパンチ打つし、うん、蹴りも重そうだから、うんかといって距離詰めていくのはさ、うん、日健くん側じゃん、うん、カウンター取られちゃわないかなっていう恐怖がすごいあって見てて。あそれはね俺もカウンターはそのセコンドと話して意識しとって、うん、でもパンチと蹴りは見えてない。あそうなんだ。あで当たらんと思った。はい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 、うん、正直ね。なるほどなるほど、うん、いやでも当たってない。だから蹴りはガードだもんこれは。はい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 。でもガードしてそれってさ、うん、もろに受けてたらやばかったよね。いてよマジで。いてよ痛えよ山田。いや本当その俺黒帯なんか自分で染めたのかと思ってたから。僕自分で2段持っとるわ。あそうなんだ。当たり前だろ。そうなんだ、うん、いやもう本当おめでとう、うん、おめでとう。じゃあなんかちょっと勝利コメント最後に。勝利コメント、めっちゃ嬉しいです。次誰、次は誰でもいいな。なんか考えてねえわ。もうとりあえず焼肉連れてけよお前。お前約束だろ。いやバカ野郎、ぶち殺すぞ。でかいな。有限定連れてきて。有限定より今コレステロール。じゃあちょっとまた後で。お疲れ。今日の作戦は、片っ端本当にこれぐらい。はいはい。